北海道ビートサイダーセピアの刺激。どうも大成 TV の神武です。北海道のビートを使用しているという珍しいサイダーが売っていたので買ってきました。北海道ビートサイダー。それでは早速開けてみましょう。結構炭酸の強いサイダーですね。それではいただきます。北海道ビートサイダー、普通の美味しいサイダーですね。で、このビートというのはですね、北海道だけで栽培されている砂糖の原料なんですけどね、どんなもんかと言いますとですね、天才ってこういうね、大根みたいな感じですね。で、ここに糖分を蓄えるそうですが、この糖質がですね、サトウキビの糖質とほぼ同じらしいです。動産原料使用登録品、動産原料使用登録品ということでね、動産のものを使ってるよというのでね、登録してるんですね。でね、食品でね、偽装とかインチキとかね、たまにやってる会社とかあるんですけどね、食の安全を脅かすなんていうのはね、最低なんですけどね、やるべきですよね。で、その点ね、これはちゃんと書いてますんでね、砂糖はそのビートを使用していますし、水はですね、支笏湖の水源のミネラルウォーターを使用してるってことですね。でね、私ね、以前倶知安町山田のね、土地を仲介させてもらったんですけど、その時にですね、支笏湖行ってきてね、で、遊覧船とか乗って海底を見てきたんですけど、その水を使ってるんですね。結構きれいな水でしたからね、安心して飲めるんじゃないですかね。ほんと美味しいですよね。北海道ビートサイダー。で、このビートね、やっぱりね、ちょっと気になりますね。ここを生でかじったりしたらやっぱり甘いんですかね。いっぺん食べてみたいですね、これね。今度北海道行った時に食べてみたいと思います。ごちそうさまでした。はい、その感じで今回は優しい甘みが印象的な北海道ビートサイダーセピアの刺激でした。大成 TV。